日本の歴史上には剣豪と呼ばれた人物が数多く存在しました。その中で最強は誰かと聞かれれば必ずと言っていいほど名前が挙がるのが塚原博伝です。血で血を争う戦国時代にあって、剣は人を殺める道具にあらず人を生かす道なりと平和思想を持って生き抜いた博伝を、いつしか人々は剣聖と呼んで称えました。今回はそんな伝説的剣豪塚原博伝の生涯や逸話について解説していきます。剣豪とは、そもそも剣豪とはどういった人物を指す言葉なのかご存知でしょうか。剣豪の豪の字は力や才能が非常に優れていることを表す言葉です。つまり剣豪とは剣の道に優れその奥義を極めた者のことを言うのです。日本にある数々の武術のうち豪がつくのは剣のみです。例えば日本の合戦で使用された武器の中で有名な槍や弓、使い手がどれだけ優れていても総合や旧号とは言いませんよね。これは日本刀のみ他の武器とは別格であることを意味しています。日本では古来より剣は他の武器よりも神聖視されてきました。日本最古の神話である古事記や日本書紀に登場する雨の村雲の剣を筆頭に、全国各地の神社に宝剣が奉納され人々の信仰を集めています。この日本刀が持つ神秘性こそが剣の達人を剣豪と称する背景になっているとも伝わっています。剣豪たちが日本人に愛されている理由はただ強いからだけではなく、こうした異形の念が込められているからかもしれませんね。さて前置きが長くなりましたが、剣の道を極めた剣豪の中でもしばしば最強として名が上がる塚原博伝という男について詳細を解説していきましょう。武の聖地鹿島が生んだ天才剣士博伝が最強とされるゆえん、それは何度も戦場で真剣勝負に臨み一度も刀傷を受けなかったという伝説が残されているからです。そして血で血を争う戦国時代において人を殺す剣ではなく人を生かす剣を貫いた剣豪でした。最強の奥義、最強の戦績、そして類まれな思想と逸話、こうした様々な要素が博伝を最強の剣豪たらしめるのでしょう。時は延徳元年、鹿島神宮の神職浦部家の吉川桔梗昭隆の次男として塚原博伝が誕生、幼名は友高と名付けられました。鹿島神宮は武神武三一を祀る社である。後期元年に創建されてからは現代まで変わることなく武の聖地として信仰を集めています。鹿島市の神官には剣術を治めた家が7つある。各行では鹿島七流と呼ばれる流派をそれぞれ継承していきました。浦部義方家もこの一つで鹿島中高流を伝承。博伝は幼い頃から父吉川昭方の手ほどきを受け、めきめきと剣の腕前を上げていきました。転機が訪れたのは博伝が10歳の頃、剣術の才が塚原城を治める塚原の神安本の目にとどまり養子に入ることになりました。塚原家もまた剣術の名家として知られ、加藤新東流を治める一族です。博伝はここでも持ち前の才気を発揮、剣術を取得、10代半ばで2つの流派をマスターする傑物として一目置かれる存在になりました。その後博伝は17歳で武者修行の旅に出ます。少量氏の若殿として未来は約束されていましたが、自分の腕前と運を試してみたかったのです。諸国をめぐって京の都に至った塚原博伝は名のある剣豪との立ち合いで早速剣名を知られるようになり、室町幕府11代将軍足利義澄の目に留まります。時代背景としては室町幕府の力が弱まり京都付近が混乱していた頃でした。その後足利氏直属の家来に取り立てられ京の戦乱に身を投じることになりました。戦場に出た博伝は異例の戦績を残します。真剣の試合19度、戦場の働き37度、立ち会って敵を討ち取ることなんと212人、
一度も深くを取らず、しかも自分が受けた傷は些細な矢傷が6箇所のみ。これは京都に名を轟かすには堂々たる功績でした。この修行で牧伝の剣術はさらに磨きがかかることになりますが、それは苦悩の修行でもありました。一つの太刀、無敗の戦績、それは裏を返せば多くの人を殺めたことと同意義です。戦場で多くの死者を目の当たりにすることも多く、次第に牧伝は心をすり減らしていきました。この頃の牧伝の剣はただの殺人剣、人を殺めるだけの剣にうんざりした牧伝は再び故郷の鹿島へ帰り、剣術の修行を始めます。強すぎるゆえか、剣の生かし方の方向性を見失い、病んだ心で修行から帰ってきた牧伝。それを見かねた父親たちは鹿島城の家来で剣の使い手松本正信に牧伝を託すことにしたのです。松本は牧伝に神社にこもって修行をすることを勧めました。これを三郎修行と言い、鹿島神宮の御神域にこもりきって武神武三一に祈りながら剣の修行をするものでした。なんと千日にも及ぶ過酷な修行となったのです。武神武三一は最強でありながらその力に頼らず、話し合いで問題を解決する神でした。要するに殺意を持っている相手から殺意を奪う、それができる神だったのです。最強の武神武三一が登場する神話、出雲の国譲りについてはこちらの動画でも解説しておりますので、概要欄からぜひご覧ください。牧伝はこの三郎修行により霊夢を介して武神武三一から一つの太刀の極意を授かったと言われています。この一つの太刀こそ人を殺めず人を生かす剣でした。そして奥義を得た塚原高元はそのお告げにより鹿島新刀流を創始し、さらに自らの名前を塚原牧伝と改めました。浦部の剣を伝えるという意味があります。ここに人を殺める殺人剣ではなく、人を生かす活人剣を扱う最強の剣王塚原牧伝が誕生したのです。一つの太刀についてはごく一部の皇帝にしか伝授しなかったため、技の詳細は謎に包まれています。ただし塚原牧伝の流れを組む牧伝流剣術によると、一つの太刀に杖を燃焼し尽くし、一気に功をも打ち割る客を込めた捨て身の技を精神とし、二の太刀三の太刀は持ちいないとのこと。初立ちに全身全霊を込める技であることは確かです。塚原牧伝となった後の武者修行は西日本から九州へと足を踏み入れました。その頃牧伝の勝ち方には変化が生じていました。事前に切る部位を告げてから切ることができる超刀の名人梶原長門との戦いでは、とっさに小刀に持ち替え脇腹を一刀に切り伏せたり、片手切りの名人に対して片手切りを牧伝が恐れていると思わせ、相手を油断させて切ったりと内容が熟練していきます。活人剣の追求を行ったのでしょう。心理戦、駆け引きなどに磨きをかけていく修行の旅でした。無手勝流、最強の剣豪ゆえか逸話を多く持つ牧伝。この頃有名な逸話の一つに紅葉軍艦という軍学書に記された無手勝流があります。諸国をめぐり武者修行をしていた牧伝は琵琶湖の船中で若い剣士と乗り合いになりました。相手から決闘を挑まれましたが、牧伝はそれをのらりくわりとかわそうとします。この態度を臆病風に吹かれた決闘から逃げるつもりだと受け取った剣士は調子に乗って牧伝を罵倒し始めました。このままでは周囲に迷惑がかかってしまうと考えた牧伝は船を降りて決闘を受ける旨を告げ、相手の剣士と二人で小舟に移動します。
そして近くの小島に船を寄せ、足が立つくらいの水深になると、若い剣士は早速船を飛び降り、島に向かいました。しかし、ボクデンは島に入ることなく、それどころかそのまま船を漕いで島から離れてしまいます。剣士は大声でボクデンを罵倒しましたが、戦わずして勝つ。これが無手勝流だ。と高笑いしながら去っていきました。こういった逸話です。この無手勝流という言葉は、ボクデンの異名にもなっています。この言葉には、戦わずして相手に勝つこと、武器を使わずに相手に勝つこと、といった意味があります。ボクデンの活人剣を表す印象的な逸話ですね。無益な労力を使わずに作戦で勝つというこの言葉は、現代でもビジネスシーンなどに応用されているため、耳にすることがあるかもしれません。宮本武蔵と塚原ボクデン。同じく剣豪として知られる有名な人物に宮本武蔵がいます。塚原ボクデンの強さを際立たせる逸話の一つに、この宮本武蔵と対決したという伝説があります。突然ですが、こちらの絵を見たことはありますか？江戸時代の絵師、月岡義俊が描いた、武蔵塚原試合図という作品です。血気盛んな宮本武蔵が食事をとっていた塚原ボクデンに、突如切りかかったものの、とっさに鍋の蓋で剣を受けたボクデンは事なきを得たというエピソードが描かれています。これを見るとボクデンと武蔵、最強同士の剣豪同士の決闘があったのかと思いますが、実はこれは全くの創作です。武蔵が生まれたのはボクデンがこの世を去った後のことで、二人が出会うことはありえないのです。こうした逸話が生まれた背景には、剣聖ボクデンと剣豪武蔵とでは一体どちらが強いのか知りたいという民衆の強い気持ちがあったと考えられます。最強同士の夢のドリームマッチが見たいという気持ちは昔の人々も同様だったのでしょう。両者ともに強い剣の使い手だからこそ、このような話が伝わるようになったのですね。本日は生涯無敗を誇った剣聖塚原ボクデンの生涯と逸話について解説しました。いかがだったでしょうか。血で血を洗う時代に人を殺めるためではなく、平和を願うため剣を教えたボクデン、戦国時代に多大な影響を与えたことを考えると、非常に偉大な人物であったことがわかりますね。このチャンネルでは歴史にまつわるオカルトやミステリーをあなたに紹介していきます。今後も見てくれる可能性が 1% でもあれば、チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。私の聞いた話とは違うという場合はコメントを残してくださると幸いです。最後に一つお願いが、もう一本動画を見てってくださいな。ということで、またお会いしましょう。こうした逸話は語り継がれて初めて歴史となるのです。